日本神奈川県横須賀市栗浜栗浜は、神奈川県横須賀市の東部にある地名。競技には、横須賀市、栗浜。講義には、明治の大合併で誕生したかつての三浦郡、栗浜村である。黒船来航の地である裏側に岬を隔てて隣接し、ペリー艦隊の一行が上陸した場所として知られる。栗浜は、横須賀市の南東部に位置する地域である。 平策側沿いに平地が広がり、給料がその平地を囲むように立地する。東部には、平策側が注ぐ栗浜港が立地している。平地部は交通の便が比較的に良いため、人家や商業施設が多い。特に、京急栗浜駅周辺には、アーケード付きの商店街や大型ショッピングモールが立地しており栄えている。給料部には、 住宅地が広がるが、一部は、公園が造成され、自然が保持されている。沿岸部は、港湾工業地域として開発されており、東南部には、東京電力横須賀火力発電所が立地する。港の中央部には、人工砂浜が造成され、公園として利用されている。過表は2014年10月1日時点での、情報である。 栗浜港から北西にある丘陵地帯から遺跡や遺骨などが多数出土しており、弥生時により伝えられた稲作が行われた形跡が発見されている。三浦半島は現在の絹ヶまで内海が続いていた。鎌倉幕府の重心であった三浦市の領地となった。現在の船倉付近の丘に沼田をねじろとする水軍の拠点が築かれた。三浦市は 工事合戦で、北上氏により滅ぼされ、北上氏の支配地となる。閉作側の河口に位置する栗浜は、もともと川と海が混在する湿地であまり人も住まない地であったが、1660年に砂村新左門が8年間かけ、新田を開発した。南工事だったらしく、地元には人柱伝説も残っている。しかし、工事のおかげで、 飛躍的に国高が上昇したという。沼城跡から浦賀へ向かう、丘陵地帯を林と言い、浦賀奉行を支配した江戸幕府の御用林で、江戸大火災時の復興に利用された。加盟6年6月3日、浦賀に位置する浦賀奉行が協議の結果、来航した、ペリー艦隊の陸戦隊300人と交渉し、この地でアメリカ側の新書を受け取った。当時の栗浜は、 ただの漁村だったというが、岬を隔てて、裏側に隣接し、大人数が集結するに適した浜があったため、上陸の地に選ばれた。維進後は、帝都防衛の用として、横須賀の他の地域同様軍事施設が多く作られた。1938年に、現在の栗浜中屯地の前身にあたる海軍通信学校が開校した。1942年に、 東京急行電鉄により、栗浜駅が開業する。2年後の1944年には、軍事目的で建設された横須賀線栗浜駅が開業する。また首都から近く、多数の兵員の上陸が可能な浜であることから、本土決戦での両軍の米軍上陸想定地点となった。敗戦後、急に本軍施設は米軍に接収された後、返還され、 法務省、国土交通省、自衛隊などの施設、研究所、文教施設、工業団地などに生まれ変わった。埋め立て地には、三本煙突がランドマークとなっている、横須賀火力発電所が立地し、東京湾フェリーの就航によって、房総半島への玄関口としての役割も、担うようになった。残っていた田畑は姿を消し、平野だけでなく丘陵部にも、 宅地開発が進んだ。景品地域のベッドタウン化が進んだ結果、人口は急激に増加し、各種インフラも整えられた。ただ、平成期に入ってからは、人口は頭打ちか微減傾向にある。現在は観光開発も行われており、栗浜花の国やペリー公園には多くの観光客が訪れている。主な地域イベントとして、毎年7月開催の 栗浜ペリー祭がある。ペリー記念館栗浜港、フェリーターミナル、栗浜商店街栗浜商店街、横須賀栗浜ショッピングセンター。ありがとうございます。